今日も質問ねたくさんいただいてるんで、順番にね、はい、回答していきたいと思います。はい、じゃあ愛理ちゃん今日は何かな、いっちゃっていいですか。はい、今日もねあの女子はスーパー女子高生愛理ちゃんなので、よろしくお願いします。はい、はい、じゃあ一つ目、一つ目、はい、鬼をよく使われているイメージがあるんですが、うん、あったんですか、過去であったんですが、うん、SBD を使っているのは何か意味があるんですか。あ、なるほど。まあ深い意味はないんやけど、まあ基本あの鬼の社長の奥ちゃんとはもうずっと一緒で仲良しなんで、基本鬼のものを使ってます今も。で SBD を使ってるのはまあなんかいろいろいきさつがあって、いろいろ、そう、ちょっと今回ね1回だけ提供していただいたんで、まあちょっと練習で使わせてもらってるような形になってます。まあ基本は鬼、はい、まあベルトとかもほら見て、これ鬼のちゃんと名前とかも入ってて、やっぱりこれは鬼のイメージ、これこれこれ名前ね、名前、そうそう、名前とか入っててやっぱりすげえ気に入ってる。うん、やっぱりずっと奥ちゃんにはよくしてもらってるんで、まあ基本鬼、はい、じゃあ一つ見ていいですか。はい、一つ目は、はい、児玉さんのラックアップは無駄なくスムーズに動かしていますが、うん、ラックアップのコツや意識していることを教えていただけると嬉しいです。なるほど、よろしくお願いします。なるほど。まあラックアウトは僕自身ね、自分でうまいとは思ってません。うん、そうなんですね。ちょっとねやっぱ上手い人より受け位置が高い、私の場合。その辺はこれからの改善点かなと思っております。で、まあ、何やともあれスムーズに取るとそうです、ね、いうことに関して言うと、あのこれねフォーム作ってる時からが結構大事で、あフォーム作ってる時に、まあ、このベンチ内に当たってるね肩の部分っていうのとシャウトを押してる手のひらの部分っていうのがいかにまっすぐ押せてる、斜めじゃなくてまっすぐに綺麗に押せてるか、それを崩さないように、だからその自分の力が入るところで押せるか、そう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 、なんなら力入ったままスポッと取れると、ああなるほど、だからもうそこで何て言うかな、まっすぐが出来上がってるから、その後のベンチプレスの動作も楽にスムーズに力が入って取れてるから、そうもうずっと力入ったままいけますよっていう風になります。なるほど。なので、ね、ちょっとまっすぐを、ね、意識してフォーム作りからねやってもらえたらいいかなと思います。はい、愛理ちゃんはどうやって取ってるの。私はまあ、うん、その児玉さんの言われてる、私もめっちゃラックアップ下手くそなタイプなんですけど、まっすぐ押せるんじゃなくて、後ろに押しちゃう傾向が、あ、そうだな、一番ダメなやつだな、すごい後ろっていうのはこのラックにかかる方に押しちゃうね、 こっちですね、このラックにこうポンって当たるように一番よく、一番いいのはこっから前にスコッと外れるのがいい。りっちゃんダメなのが向こうに外れるやつね。まあ、まあ、愛理ちゃんとかあとまあしずきとか今そこで倒れてますが、押さえてもらってますもんね。で、はい、こうなんかギアとか特にすごくて、それが、うん、なんで向こうに行っちゃうもんね。こっちにガッて行っちゃうんで。ってことはフォーム作ってる時にそのまっすぐが斜めに入ってるっていうふうになる。そうですね。だからこう、だからまだまだ改善しちゃう。まだまだそこは本当に改善していかないと。だから、そうだ、俺も真上に外すから本来前にこうポンと取りたいけど、俺もどっちかで上にスコッて抜いちゃうから。だからそこはね、まあ。愛理ちゃんより俺の方がちょっと上手いんだ。私まずまっすぐにしていかないとじゃあその後やな、こっち側にスポンって、ね、抜けるように段階踏んでいかないと。なんでまあ順番にやっていけたらいいんじゃないかと思います。はい、はい、はい、最後ですね。はい、最後、最後、はい、3つ目、はい、競技と私生活でそれぞれ嬉しかった時期と辛かった時期があれば教えていただいて、うん、またその辛かった時にどう乗り越えましたか、うん、あ、なるほどね。まあ、まずどっちから行こうかな。まず競技から行こうかな。かいや、私生活から行こうかな。あ、私生活で行きます。生活で辛かった時は、俺の私生活で辛かったのはやっぱりジム開いた時かな。あ、うん、やっぱり何もないん で、ね、とにかく働いた、働いた、うん、365日休みなしで、あ、年中無休、年中無休で働きましたで、今も365日無休で働いております。はい。さす
すがです。まあ、あの昔はほらベンチプレスと違うところで働いてたから、ジム以外の時間を。なるほど。今はジム以外の時間もベンチプレスと共にやってるんで、まあ、今は結構楽しい。もう全然休みなくてもいいぐらい。いいぐらいですか。楽しくやっております。まあ一番辛かったのはそうかな。ジム開きだって24歳。だから愛ちゃんがちょうど生まれるぐらい。2003年。そうそう。2003年だからちょうどね、だから愛ちゃんが本当におぎゃと。おぎゃ何月生まれ？7月です。だから生まれたちょっと後。おぎゃな。そうそう。がもう一番そっからの1年はえぐかったね。しずき3歳。なるほど。カンタが1歳。1歳ですね。みんなが、みんなが赤ちゃんの頃はみんな赤ちゃん、もう働きづくめで大変やったけど、まあでも、なんていうかな、こう夢に向かって頑張ってたから、あその例えば、まあ、もう世界チャンピオンにはなってんねん。2回目なる手前でジム開くから、あ2回目もなりたい。なりたい。でジムもやっと持てたから何とかしたいとか、すごいなんか大きな目標に向かって、そう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 、なんかこう目標に向かって頑張れてたから、苦しかったけどでも頑張れた。結構楽しかった。また結構楽しかったと思う、今思えば、うん、それが一番あれかな。で私生活で一番嬉しかったことは逆に、だから、まあ、まあ子供が大きなってきて、まあ、いろんなことしてたり、まあ、いろんな、だから生まれた時ももちろん嬉しかったし、まあ子供らがね、まあ楽しそうに毎日過ごしてるのを見るのがやっぱり一番幸せかなと思っております。で、はい、で競技で言うとやっぱりいっちゃダメやったんはやっぱり怪我したというか、2009年、10年、11年全く勝てませんでした。もうここがいっちゃどん底。一番良かった時はやっぱ出始めの頃が楽しかったかな。初めて世界チャンピオンになれたとか、こう、なんやろ、まあ、競技っていうとこからちょっと外れんのか外れんのか微妙なとこやけど、まあ、順番にこう夢があって、例えば、世界チャンピオンになりたい、まず1個目の夢、で、次の夢としたら、ジム持ちたい、で、まあ、スポンサー様についてほしい、でもこの夢に順調にこう来て、で、怪我が入るわけ。で、まあ帰ってきて、やっぱ一番最初の頃はこう夢を順番に叶えていってる時は楽しかったかな。あれですね、児玉さんに関しては私生活の方では少しそういうとこが大変だなっていう別の時は、うん、競技者としては楽しかったってところに、ね、まあそうやな、一番やっぱやり始めやったし、だって今よりやっぱり貪欲にいろいろやってる、まあ、今もいろいろやってるんだけど、まあ、そうですね。いや今のがいろいろ知識が豊富になってきて、なんていうかな、昔みたいに分からんところを突き進むことがだんだんなくなってるっていうか、今の方がこう怪我を避けてとかそういうのがだんだんなってきてるから、がむしゃらさっていう意味では減ったんだ。ただ突き進み度は変われへんのかなと思ったり、ずっと一歩前進というか、だから俺の前って持ってるテクニックはみんなに全部教えるから、はい、だからみんなが追いついてきたらまた次頑張ろうかな。そうそう、だからまあそんなんで日々進歩してやってる、まあだから今も今で楽しい、楽しいです。だから次の目標に向かって今はやってるんで、だから今の私の目標、はい、私の目標はね、まずね世界チャンピオンになったと、はい、それ23歳になって、要するにまあジュニアの時にオープンでなれたん で今はマスターズ1なんで、これでもオープンでなれたと、だから次は2でもなりたい、うんうん、そうそう、だからこう時代を長く勝てるように頑張っていきたいなと思っております。じゃあ、あれですか、児玉さんは辛い時があってもそういう楽しいことがあるから乗り越えれるって感じですか。それがね、まあそれもあるしいや、ほんまにこの競技であかんかった時は、はい、ケーズのみんなが俺を呼び戻してくれた。みんながね、おのおのね呼び出してくれる。それは児玉さんの自分的なところがあると思います。私は本当にね、みんながね呼んでくれて、これからどうするんですか、まだやれそうですか、やってください、まだいけるはずやとか言うん で俺があかん時にジムのみんなが初めて表彰台立ちましたよとか勝てたよとかで、みんなそういうふうに支えてくれて帰ってくれました。なのでね、ジムのみんなが折れへんかったらね、
多分もういません。本当にそうだから、もうあの2回もうその当時でも2階級制覇してたから世界、うん、2階級世界記録も取ったし、だからまあもう引退でもいいんじゃないかって一瞬思ってた。でもみんなが返してくれたんで、また頑張ろう。なのでね、少々怪我してもへこたれませんもう、はい、さすがです。こんな感じです。まあちょっと長くなりました、はい、今日はこんなもんで大丈夫ですか。はい、いやありがとうございました。ありがとうございました。